今ね、新しい布団が届いたんですけど、これが滑り台になってるっていう状態。さあ、滑り台をやろう。頑張れ。これちょっと動かないようにして。最近ポンスのさ、成長ぶりをほら見せてあげて。自分で登れるでしょ。そしてこの洋服は韓国で私が買ってきてめちゃめちゃ気に入ってる建造の洋服なんだけど、今日は親子ともに建造です。さあ来い。今ね、マネージャーも来て一緒に。最近このスタイルが多いですね。いわゆる編集、私は撮影するのに一人じゃ無理なので、せーの、マネージャーと一緒にいる。撮影するときはポンスをマネージャーに見ててもらってっていうパターンがめっちゃ多い。なんつったってね、もうね、4歳からの親友だから、もうポンスもね、ママ第2のママぐらいに思ってる。本当に本当にね、この関係性はすごいですね。ね、話してたって。はぁ、離れたぁ。あぁはい、やばい、危ない、危ない、よし、いくよ。あぁ怖いんだけど。マジで子供ってさ、自分が思ってる以上の動きをしてくるからさ、この間サブチャーの時にさ、じゃがりこ屋さんになってたじゃん、ポンスが。今日はさ、何屋さんだったの？今日はなんと、せんべい屋さんになってました。ね、今日はせんべい屋さんだったんだよね。おー、怖いです。怖っ。ちょっと待って、あ、うんちしてると思ったら、してないです。おならです。最近ほんと鼻水がすごいの。換気節の変わり目ってみんな風邪ひくから気をつけてね。渋谷も引いてるし、唯一私だけ映らなかったんだけど、免疫がね、今はしっかりしてんだね、やっぱ。これがね、多分授乳中だったら死んでた。だから、シバナーファミリーは布団で寝るんですよ、ベッドじゃなくてね。今時ベッド、ベッドも多いと思うんだけど、私とポンスがセミダブル、ウー君がシングルって感じで、セミダブルとシングルを1個にバンってくっつけて、それで1個の布団にしてるみたいな、横並びで。すごいいいよ、なんか寝トレとかすごいしやすい。ベッドだとやっぱり落ちちゃわないか怖いなみたいなのあるじゃん。やっぱ敷布団だと結構なんかそういう心配も少なくて、ベッドよりは確実に安全かなっていうので。うちも前のお家の時はベッドだったじゃん、ベッドだったんですけど、もう敷布団に、もうベッドを捨てて一旦敷布団に変えましたね。あー怖いな。室内はね、遊べるものが少ないから、こういう段ボールとかがすごい遊べる道具になるね、子供は。大きい段ボールとかをさ、こうトンネルとかにして遊んだりとか。うちのお母さんがよくやっててくれたのは新聞紙。新聞紙をなんかドレスみたいにして、なんか頭にくっつけたり、スカートみたいに履いたりとかして、あとなんかポンポンみたいにして新聞紙で遊ぶっていうのやってた。4歳の時、うちらが4歳の時はなんかアイドルの、アイドルって言ったらなんか、プリキュアとかドラミ、ドラミじゃねえよ、お邪魔じゃドレミ、お邪魔じゃドレミとかシンデレラとかの、はい、そう、洋服を着て、ごっこ遊びとかやってたね。男の子は何をして遊ぶんでしょうか。あだいたいうちの我が家の一日は、うちアマゾンプライムとネットフリックス両方とも相続してるけど、アマゾンプライムのですね、お母さんと一緒のもぐもぐレストランっていうのを見て一日が始まります。おー危ない。
大人もできちゃう？大人もできちゃう？大人も食べる？リサも食べる？リサも食べる？うん、食べる。オッケ
昼を食べてメインチャンネルの撮影でもするか。じゃあねって、みんなバイバイして、見てね、また見てね、バイバーイ。危ない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 。